はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は新型コロナウイルスのワクチンの予約方法が地域によって LINE を使ってやっているところもあると思うんですけども、こちらの地域も電話予約もしくは LINE の予約ができるんですね。そちらのやり方をご説明したいと思います。もしかしてこれ地域によってですね、多少異なるかもしれないんですけども、参考になる方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では実際にやってみたいと思います。それでこれがこの地域の LINE の方のトークの部分になるんですけども、こちらを見ますと、この下に新型コロナウイルスワクチン接種予約新規というのがあると思います。こちらをですね、タップをします。そうしますと、何回目の接種を予約しますかというふうに来ますので、こちらで1回目というふうに入れます。そうしますとこのような画面になりまして、では予約を開始します。途中中止とテキストで入力すると予約手続きを中止することができますということです。そしてお住まいの市町村を教えてくださいということで、こちらの下に市の名前がですね、いくつかこういうふうに出てきますので、そちらを選択します。そうしましたら、事前にこのような接種券というのが来ていると思います。こちらの方のですね、下6桁番号がですね、全部でですね10桁の番号が来てるんですけども、それの下6桁の数字とですね、その上に1をつけてですね、入力してくれということですので、それをですね、入力します。次にですね、生年月日を入力します。そしてこちらをですね、選択をしますとこのような画面になります。そしてですね、ここでまずですね、一番上の今ですね、2021年5月13日と書いてありますので、ここの2021の部分を指でタップをします。そうしますとですね、これ年数が出てきますので、それこの中からですね、まず年数を選んで、あと日付はですね、今5月ですけれども、動かすのであればこの横の部分ですね、こちらをこういうふうにタップしていきますと、月が動きますので、それで例えば、11日であればですね、これで選んで送信を押します。そうしますとですね、何月何日ですねというふうにですね、確認が来ます。次にですね、電話番号を教えてくださいということですので、もしご実家のですね、予約をするのであれば、そちらのご実家の電話番号をこちらに入れます。で、次に会場を選択してくださいというふうに来ます。ここを選択しますとですね、ここにですね、会場がですね、この地域で受けられる会場、この地域の場合にはですね、30箇所ぐらいバーって出てくるんですけども、そちらを選びます。例えば、ここのですね、文化体育センターでですね、選んでですね、それで、送ります。そうしますとですね、このように、ご利用可能な日程を調べています。このまま少々お待ちくださいというふうに出てきて、それからしばらく経つとですね、この施設には予約可能な枠がありませんでしたと、前に質問に戻って別の施設を選択してくださいということで、そうしましたらですね、この前の、ここの接種会場の選択のところまで戻って、ここで選択をしてですね、ここで会場を選んでですね、送るというふうに、しますとですね、その結果がまたここに出てきます。このような形でですね、LINE の方の予約は取ることができます。それで実はですね、実際まだ取れてないんですよ。それなので、その取れた後ですね、その、会場がですね、予約ができるというふうになった後ですね、どのようになるかっていうのがまだできてないんですけども、このような形でですね、予約を取ることができます。あと電話もですね、できますので、電話をしながらですね、LINE で、予約を取るというのもいいんじゃないかなと思います。それで先日、実際に8時半から予約が受付が開始しまして、実際に電話しながらですね、 LINE で予約した様子がありますので、この後見てください。それまず8時半になったので電話をですね、します。それ用意するのはですね、誕生日と接種券というのが来るんですけども、それの番号、だいたいこんな感じになってますね。これも繰り返し電話するしかないので、どんどん電話します。で、同時にですね、こちらの LINE でもやります。で、これですね、ワクチン接種予約ですね、やった場合ですね、すぐここの既読の後に来るはずなんですけども、混んでるんですね。全然これ来ません。電話をこんな感じですね。電話もしてみます。
こっちが来ましてね、LINE が来ましたのでこっちやってみます。何回目の接種を、ちょっと音量ちっちゃくしてきます。それで何回目の接種の予約をしますかということで、これ1回目からですね、これ進みません。こっちの電話もダメですね。こっちの LINE の方もですね、全然1回目の後ですね、その後進みませんね。実際こんな感じでですね、前回も、やっていて36分で前回は予約枠が埋まりました。 LINE の情報によるとですね、今度85歳以上とか対象にして予約をですねやるというふうに書いてありますので、それになるとですね若干いいかなと思うんですけども、来ましたね。それかしこまりました、このまま少々お待ちくださいというふうに、LINE の方が来ました。大変混み合ってですね、つながりませんというふうに、来てます。なんか本当にすみませんね。電話やっぱダメですね、通じません。 LINE の方もね、全くこれ動きがありません。ここで生年月日が来ましたので、ここに日付を選択をタップするとこのように出てきますので、これがですね2021年なので、ここを選びますとですね、左を選びますとここでですね、で選べます、年数が選べますので、ここで、あと月はですね、このこういう矢印をタップをします。それでこれで送信、そしたら電話番号を入れます。でこれで送ります。この後実はですね、ここなんですね、会場、接種会場を選択してということなんで、これちょっとやってみますね。ほとんどこれいっぱいなんですよね。でここで選択をしてですね、こういうふうにザーってたくさん出てくるんですね。で会場を選んでこれ確定をします。そうするとですね、ここでですね、おそらく、ここの会場いっぱいだっていうふうに出てくると思います。前回ね、それでずっとですね、何箇所もやってこういうふうにやったんですけども、みんな会場がいっぱいで、そうこうしているうちですね、36分経ってもう予約が打ち切られましたというふうになりました。今日はこれ結果遅いですね、来るのがね。やっぱダメですね、混み合ってつながりません。ということで、今回ですね、残念ながら予約が取れなかったんですけども、次回はですね、年齢を区切って85歳以上から取れるということですので、まあ、それに期待したいなと思っているんですけども、予約を取ってワクチンを接種される方はですね、頑張ってですね予約を取っていただきたいなと思います。はい、ということでこのチャンネルでは、いろんな動画をアップロードしています。メインはスマホの使い方、ガジェットの使い方等が多いんですけども、他にもですね、このような動画もアップロードしていますので、ぜひチャンネル登録、そしてですね、こちらの方のいいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さようなら。